さて、いくらなんでもゼロということはないはずだと今怒りと不信の声が上がっています。舞台は香川県高松市、先月行われた参議院選挙についてです。全国で20万票余りを獲得して比例代表で当選した自民党議員の得票数がある開票所ではゼロという結果だったんです。私は確かに投票したという支援者もいて、少し面倒な事態になっています。ゼロなんてことはありえるわけないわけで、ゼロなんてことはありえるはずがない。だからそれだけにとにかくびっくりしたと。一体どうなってんだろうと。自民党の江藤誠一さん、先の参議院選挙の比例代表で立候補。全国の得票は20万を超え、6年前に続いて2回目の当選を果たしました。しかし香川県高松市の開票所では得票数がゼロでした。選挙の時、江藤さんへの投票を呼びかけていた人たちも開票結果に驚いています。もうびっくりというかですねありえないと、まあ、書いたという人はね、もちろん他に相当数ね、いらっしゃいますですよね。自分自身もそれから主人も全部誠一まで書きましたから、もうびっくりしましたびっくりしました。見事にゼロという感じで。これは高松市で自民党の比例候補29人が獲得した票の一覧です。全国では党内10番目の得票数だった江藤さんですが、高松市はゼロ。他の候補者と比べても際立っています。高松市に隣接する自治体での江藤さんの得票数を6年前と比べても、前回400票以上を得た高松市だけ激減した形になっています。高松市は今回から開票作業に自動読み取り機を導入しました。機械は全部で6台。参議院選挙の比例代表では政党名と個人名のどちらでも投票できます。このため開票作業ではまず政党名と個人名が書かれた票を分けました。次に個人名が書かれた票を再び読み取り機にかけて振り分け、162人の候補者ごとに票をまとめました。参議院選挙の比例代表は候補者も多く、開票作業は複雑です。投票者数17万人を超える高松市で江藤さんの名前が書かれた投票用紙は本当に1枚もなかったのか。この開票所にいた自民党の立ち会い人は NHK の取材に対し、過去にも得票がゼロという事例があったので、江藤氏の得票がゼロだったことにその場では特に疑問を持たなかったとしています。今回の投票用紙は任期が満了する6年後まで高松市役所の地下の倉庫で保管されます。私たちが江藤誠一候補に投票したにもかかわらず、江藤さんに間違いなく投票したと話す支援者らは明日高松市の選挙管理委員会に開票のやり直しを求める抗議文を提出することにしています。まあ、しっかりと再調査をしていただきましてね、間違っておったなら間違っておったということで、まあ、訂正をですね、選管としてきちっとしていただきたいと。高松市の選挙管理委員会は、そのゼロだったということに関して、まあ、おっしゃられても今回の選挙の開票というのはもう確定をしておりますので、まあ、それを
市の選管独自の判断でですね、例えば、再点検をするだとかっていうようなことはできませんので。専門家は今回のケースでは開票をやり直しても当選者は変わらないとした上で、立会人が OK を出した中で、じゃあもう一回これをうちの党の候補者だから数え直せというのはなかなかいかがなものかと。もう一度、一から数え直した時にかかるその行政のコストっていうのをどう考えるか、その天秤の中で、まあ、有権者が判断していく、そういう問題なんだろうと思います。総務省では当選した江藤さん側からの要求によって開票をやり直すということは制度上できないという見解だそうです。ただ江藤議員やその支持者だけではなくて、日本の選挙は正確だと信頼を置いている多くの有権者にとっても何とも後味の悪いものとなりました。どうやってこの閑古鳥が鳴いている選挙演説の人がトップなのか、とても不思議ですけれど、私は参議院選挙の時に開票立ち会い人をやってみて、それでどうやって急にトップ当選の人が、だからやはり閑古鳥の選挙戦をやっていた方が東京でトップ当選したんですけれど、どうしてだろうっていうのがなんか分かったような気がするんです。票というのは開票するときに500票ずつ増えていくんです。皆さん500票ずつ増えていって、ところがもうみんなが疲れて10時半だか11時ぐらいに急に1万票増えた人がいるんです。その人がトップ当選しました。それでそれどういう意味ですか。ですから500票ずつずっとこうゴムで束ねたものが来るんです。そして最初の頃は皆さんに見せてくださるので、全員が1枚ずつこうやってみて、あ、ちゃんとこうやって名前書いてあるかって見るんですけれど、だんだん、あ、もうこれいちいち見なくていいですよ、そのままハンコだけ押してくださいというふうになって、で見ないでハンコだけで、私はおかしい、これカラーコピーみたいだ、おかしいと思ってハンコを押さなかったんですね。でハンコを押さない人がいても、それでももう有効票として通してしまうんです。そしてこれって票の中でこれって点が3つしかないから、これって無効票のとこに入れていいですよ、ダメです、これは有効票とみなします、どうしてですかって、これはこの点って、これは川っていう字に見えないこともないから、この川っていう字が漢字がつく人はこの人しかいないから、これは有効票で入れますっていうふうに言われて、そうやってものすごく変な、これはという、そうです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 。ですから組織票というのが施設票、病院票というのがありまして、その新宿区は普通の一般の投票所以外に20カ所の病院施設で特別投票所というのがあるんです。その20カ所では実際には寝たきりの方、もう何も目も開けられない、ただ生きてるだけの方、そういう方も皆さん選挙権がおありですし、それから府中の刑務所の中の方も刑が確定してない方は選挙権があります。そしてまあ病院などは、ですから理事長さんとか院長さんとか、そういう方がまとめて書くのか、本人に無理にこう点を3個打たせたのか、それは分かりませんけれど、そうやって有効票を作る、ですからそういうのがごっそりある、で本当に本人が書いたかどうかなんていうのも分からないわけですね。それからカラーコピーは何度も何度も取っていると、そうするとコピー機の汚れがこうつくわけですね。でこうやって比べてみて字が全く同じ、そしてこの投票用紙に書いたここ何ミリっていうのも同じ、全く同じになんて人は書けないんですね。顔も違う、声も違う、全然一人一人違う人なのに、それなのに全く同じ書体で、しかもここの間隔何ミリまで同じで書けないですよね。ですから明らかにそれはカラーコピーだと思うんです。で汚れもついてるし、でも私は自分が
投票用紙に書いた時に記念のためにデジカメで撮ったんです。でそれを見ると綺麗な白い紙で、そして真ん中に黒い汚れがついてたりなんてしないんですね。ですから皆さんもご自分をお書きになった時に白い紙だったと思います。ですけれどこうやって見ると汚れがついてるのがすごく多くて、しかも同じ場所についている。だからこれは明らかにカラーコピーだと思います。それは後から足したっていうことですか？そうです、そうです、そうです。それでその第28投票所というのが新宿区にありまして、そこに全ての施設票、病院票が集められます。でそこで午後6時にすでに開けてしまって混ぜるんです。でそれもおかしくて、本当はどうして8時に終わってで開票場で開けないのかと思うけれど、その6時に開けて混ぜるんです。そして開票場に持っていきますと、いかにも怪しいその箱の場合は他の一般票と混ぜてカルタ会のようにこうやって混ぜるんです。で本当だったらカルタ会みたいに混ぜる必要はなくって、あこう早く終わってくださいと言われているので、まあ、私が言いたかったことは、ですから不正をやられてしまう心配をしています。そうでない限り閑古鳥が鳴いている選挙演説しかなさらない方が1位のはずは絶対にないです。はい、ありがとうございます。はい、平成26年、12月の14日日曜日、午後の、8時半をもう回ったところですね。今私がいる場所は、東京の竹の塚にありますですね、体育館になりますね。でこちらで、東京の第12選挙区の開票所ということで、まさにこれから開票作業が行われようというふうにしています。はい、おすごいですね、なんか活気があるんですよ。今飛脚のような感じでですね、あれですね、ダッダッダッとこう続々と運び込まれている箱、あれが、各投票所から集められてきた投票箱になりますね。東京の第12選挙区ではですね、北区で44の投票所、そして足立区で17の投票所ということで、合わせて61の投票所からですね、この投票箱がこちらの開票所に集められている。全部で61の投票所からですね、この投票箱が今まさに前に並んでるんですけどね、あそこ。平成26年12月の14日日曜日、午後の10時20分を回ったところです。衆議院選挙の足立区開票所ということで、我らが玉上俊夫さんがですね立候補された、東京第12区の、開票所に今来ています。開票作業が8時50分から始まりましたけども、今12時20分の段階で大体の開票作業の目処がついたということで、第1陣の方々が退出されていくっていうところですね。はい、で私初めて今回参観人ということで、一般人もこうやって見ることができるんですね。体育館の2階のところからこうやって見させていただいて、2点、問題点が気づいた点がありました。1つはこの立ち会い人席っていうのの後ろにこの下駄箱みたいな棚があるんですけども、ここに太田、池内、そして我らがタモさん、そして青木というふうなこの割り振りがあるんですが、最初の段階からこの場所の割り振りが完全にされていたんですね。これがなんか非常にうさんくさいな、なんかできれず初めからもう結果が決まってたかのように綺麗にその通りに収まってるんですよ。これ後からこの名前貼ったんじゃない、最初からこういう風に貼られてたんですね。非常にインチキっぽいなんかそういう議員がありますよね。実際のこの選別作業、
ここにいる足立区の区役所の職員たちがやったということなんですけども、それが本当に正しくやってるのか、ここで最終的に集まってきた束をカウントしてるんですけど、適当になんかバーッとこう集めてやられちゃっても分かんないわけですよね。でそれを抜き打ちでチェックとかできるのはあそこにいる立ち会人という人たちだけだそうです。その立ち会人の人っていうのは各党の代表の人間があそこに来るっていうことなんですが、次世代の方党からはその立ち会人が来てないんですね。だから確認ができない。私は参加に行って一般から来た立場ですけども、立ち会人のもとに実際にその選別したのが不正が行われてないか間違いがないか抜き打ちで調べさせろって言ったら、それはできないって言われた。それができるのは立ち会人だけだって言われたんですね。だから立ち会人っていうのは絶対に出さなくちゃいけないっていうこと。それからこの参観人っていう立場ですね、今私はこの会場の、滝の塚の体育館のこの2階席のところ、ここに参観人っていうのがいるんですけども、今ここにいるのは共同通信社の記者、あとはフジテレビ TBS の記者、そして私なんですね。なのでできるだけ多くの人間がこの場所に来て選挙をきちっと監視するっていうことをやらないと、いやもうぶっちゃけやろうと思ったらこれ本当不正やりたい放題ですね。だ本当に民主主義のもとのこの選挙っていうものをきちっと守るためには、普通の一般の国民が監視にしないことには選挙制度の公正なんていうのは保たれないですね。いや本当にこれは僕も来て愕然としましたね。でじゃあ実際にこの風景をきちっと監視カメラともう全体を撮影していて、ね、後で証拠動画みたいになってるのはあるのかって言ったら、そんなのはないって言ってましたね。 あくまで区役所の人間も記録は残してるけども、それは取材っていった形でたまにパシャパシャこう風景を写真で撮ってるだけっていうことなんで、不正の監視っていった形での後で検証できるような証拠っていうのは何もないっていうことなんですね。やりっぱなしですよこれ、という印象を受けました。はい、これも YouTube にアップ。なるほどですね、うん、それから日本について言えるのは、今の日本の政府はやっぱり相変わらず奴隷政府なんですよ、はい、この前の総選挙の全ての票を数えたのはね、株式会社武蔵エンジニアリングという会社なんですけれども、その資本を調べるとですね、いろんなペーパーカンパニーを経営してフォートレスアセットマネジメントというニューヨークの会社が、株主なんですよ。でこの会社の、社長はピーター・ブリガーという男で、彼は元ゴールマン・サックスと外交評議委員会なんですよ。で外交評議委員会のトップはデイビッド・ロコフェラー。でこれはすごく大事なんですよ。なぜかというと、日本の上場企業、アメリカの上場企業のほとんどの、株の管理権がですね、4つのファンド経由してるんですけれども、その4つのファンドの大元は、ロコフェラーなどそのマフィアのメンバーなんですよ。でそうすると例えば今ね、消費税を上げて企業税下げるっていう話が出てるんですけれども、その話は要するにもっとそのマフィアに日本の国民のお金を貢ぐような要請が起きてますわけで、安倍総理も麻生さんもですね、基本的に奴隷公文ですので、ノーと言えない、国民に押し付ける担当なんですよ。だからこれ非常に緊急事態なんで、日本も早くこの奴隷政府を終わらせないとまずいことになります。はい、そういうところはもうすごく賛成ですが、いつもの通りその、選挙の票のカウント、細かい地方自治体はみんなが管理してるからなかなかそれはできないかと思うんですが、じゃあ全国の5件、ね、事実確認してください。私はね、はい、嘘に基づいて議論するつもりはない。はい、その前の選挙の票を数えたのは、武蔵エンジニアリングの機械を全部やった、選挙と労働でした。なるほど、その笑うんじゃなくて事実確認しろ。私はね、意見で言ってるつもりはないので、はい、知らないこと言わないでください。
たまたま私昔地方自治体、昔と今は違います。なるほど、なるほど。選挙カバーして昔地方自治体やってました。なるほど。その前の総選挙は違いました。はい。それとね、たまたまそういうベンジャミンさんがそういうことを言うことによって、じゃあいろんなことをチェックをやってみようかっていうことになってきますと、わかるわけですよね。じゃあチェックしましたか？いや、誰もしてないと思います、まだ。だからだったらチェックしてから喋ってください。なるほど、失礼をいたしました。はい、総裁はどう思われますか？この取りまとめた杉並区の西尾一校のですね、北口桃井第三小学校という投票所、延べ13名ほどの人が本当にいろんなところ集まってくれまして、で2種類残ってありました。一つはその投票した人に誰に投票したか、それからその、選挙区と比例区ですね、比例区は政党もしくは個人名、それから選挙で投票するに何を重視したか、そういう調査をする。もう一つはですね、投票者の数を数える、この2つですね。要するに投票率がやたら低い低いと宣伝される、これが疑わしい、それを検証する。それから、投票の結果が、実際どうなるかと、それを検証する。その2点でもう朝6時半から、スタンバイしまして、7時の投票開始から夜8時投票が終わるまでずっと常時2人から3人で調査を続けるというですね、これ大変な作業でした。私途中で30分ぐらい小休止に1回入れたんですけど、ひっくり返そうになりました。本当に炎天下で、でカウンターもですね、1人じゃ危ないんで2人体制で、常時チェックしながら数えたんですけども、で結果はA さんの、今ですね、裏表に折ってますけど、これが結果です。でご覧いただきますとですね、まず杉並のこの桃井第三小学校の投票所ではですね、得票1位山本太郎さんなんですね。3位じゃないんです。で確かに丸川さんも高いんですけど、3ポイントほど差をつけられてますね。山本太郎さんの方が上なんです。それから民主党の鈴木寛さんが3位に入ってまして、これ当選されてるポジションなんですね。で、驚くべきは公明党の山口さんがですね、9番目で得票率が 4% 弱と、もう非常に少なくですね、なんでこれ当選するんだか全くわからないというすごい状態になっているというようなことで、これ明らかにですね、この開票結果として公表されたデータとあまりにも違うんですね。これは統計的に検証された方、これネットに開示したらですね、統計的な検証手法を使うとこうなりますよっていうようなことをですね、調べてくれた方がおられるんですが、その方によりますと、まあ、こんな結果の違いが出る可能性は 0.1% 未満だと。どっちかがありえないってことなんですね。だから、まあ、我々のた結果がありえない結果を出したのか、まあ、公表された結果がありえない結果だったのかというほどに違ってたということがあります。でこれはまあその一つの、まあ、調査した結果でありますので、これを本当に検証するためには投票箱の中身全部開けて第三者の立ち穴ごとにちゃんと調べなきゃいけないと。だからもう一点、この出口調査した時、我々がさ調査始めた時にですね、まあ、選管の人がすぐ見に来て警察に通報しました。で荻窪署から警官が来て、まあ、知能犯担当で選挙違反を取り締まる担当だということだったんですけど、まあ、事情調査を受けましたが、出口調査をする住民団体に対して選管が警察に通報してですね、追い払おうとすると、これほどに民主主義に反することをするということ自体、状況証拠真っ黒ですね。ありえないことをします。それから午後になると今度は選管職員が来て、いつまでやるんですかと聞きました。いてもらっちゃ困るんですね。
こんな戦艦があり得るでしょう、民主主義の国でそんなことがあり得るでしょう、これ当然のこれ主権の行使でありですね、まあ、国民のですね民主主義の根幹に対して疑い持ったらそれをですね敵視してですね排除しようとすると、このような選管委員会によって選挙が行われているということに大変強い危惧を覚えます。もう一つメディアの報道ですが、もうだいぶ風化してお忘れになった方もいるかもしれないけど、あの投票日にですねメディアが何を報道したか、まず最初に投票率が低いという報道をしました。非常に投票率が低いと、午後6時現在でやって 33% ぐらいっていうような報道が一斉に流れました。これ全てのメディア同時です、新聞もテレビも流れました。でその数字が僕らのカウンターで数えた数字とかなり違ってたんですね。で、夕方戦艦に我々は乗り込んで問い詰めたんです。で結果出てきた数字が、43% ぐらいかな、報道よりもね 10% も高かったんですよ。同じ時間の数字です。メディアが何時現在つって報道した数字と戦艦が答え数字が 10% 違ったんです。下げてあったんです報道が。でたかだか1投票所と言いながらですね 10% の違いというのは大変ありえない。ですから、まあ、それだけ取ってみてもこの国はメディア全ての報道に対して、まあ、深刻な疑いを持たざるを得ない。それから選管委員会のやってること、もう後ろめたさ丸出しのですね行動であること、でその結果が明らかに大きく違うということが、まあ、この調査から分かってきたということです。でこれはどれとっても大変深刻な問題です。まあ、それこそね、アドルフ・ヒトラーの言葉じゃありませんけど、大衆は小さな嘘には騙されないけども大きな嘘には簡単に引っかかると言って、あのナチが、まあ、登場したと。今の日本の状況というのはそれに極めて酷似した状況になるんじゃないかなということをですね、本当に懸念せざるを得ないというようなことがあります。で最後にですね、投票の時に重視したこと、これ調査のもう一つ裏側ですけども、何に、まあ、重視して何を重視して投票したか、一番多かったのは原発なんです。これはメディアが争点隠しをした最たるものですね。アベノミクスとねじれ解消を散々テレビ新聞されかけました。有権者は原発反対、それを一番重視して投票したと答えたんです。これが意味するところは民意を意図的に曲げた報道をしたということですね。有権者が第一に挙げたのは脱原発反原発から多かったのは反自民、自民固すぎ危ないから良くないと、非常に高い数字でこれ出てます。それがメディアでは伏せられたということですね。これは今新聞テレビが国民を騙す側、情報を隠す側に回っているということの証拠になります。そういった意味でこの調査は非常に恐ろしい結果を、まあ、もたらしたなと、深刻な、結果が出てきたなということを非常に強く懸念しております。駆け足でしたけど、調査の結果を見たら以上です。Thank you.
先住民族末裔の反乱ブログより、2013年7月21日に行われた参議院選挙の福生市における開票立ち会いでの騒動の模様、実況音声と不正解明に向けての提訴、選管と各党の開票立ち会い人との馴れ合いに不正もみ消し、一人で果敢に立ち向かう人間の記録、似たような筆跡の表が重なって出てきたことを森田秀俊選管局長に抗議するも、まともに取り上げられず、拉致が開かないので、抗議者が写真を撮って筆跡鑑定なり、それなりの方法で調べてもらいましょうと提案したら、公明党立ち会い人の原田氏が写真はダメだと腕を押して阻止してきた。これです。はい、これです。この2枚なんですけど、これが維新。なんか全く筆跡が同じなんですよね。いや、ちょっとよくわからないですけれども、筆跡が同じかどうかっていうのはこれ判断はなかなか難しいんで。そうですけどね、うん、あのこれはあのたまたまそういう形だと思いますけれども、ここは筆跡鑑定は我々できるわけじゃないですよね。何度も進めてきたものですね。ええ、ですからこれはあの筆跡鑑定っていうよりもこれ全部そういうことはしませんので、これもし筆跡が同じだったら 2枚書いてるってことですよね。それはまずないですね。いや、まずあのお渡ししてる時にそういうことありませんので。でもこれあまりにも、ね、まあ、確かに似たような感じはしますけれども、この辺は違いますし、全然ちょっと似てないですか。似てるけどこの辺は違いますよね。そうですね、たまたまですね、くっついて似たような感じがあったんですね。でこれはもう全然違うところの箱が一緒になってますから、だから全く一緒になるという、そのためにも混在するわけなんですよ、全部。で2枚こう重なって、それはないです。来てるんですね。もう機械で全部1枚ずつ先ほど見たように。いや、今見た時に。これはだからあの要するに全く全然違う箱が一緒になって来てるわけなんです。ちょっとこれ疑問だな。ただこれあのたまたまこういう形でなってますけれども、そういうふうに見るとしたら似たものっていっぱい出てきますよね。ただ あまりにも似ててこう重なってるんで、これあの選挙っていうのは絶対に一人一票ですから。もちろんそうです。それでこれはちょっと言いますと、あれ全部先ほど見ましたよね、一辺に出して、それがくっついたままっていうのはあのその後はないんですよ、で一枚一枚あの一つ一つ話しながらやってますから。いや、これはおかしいな。ただこれは全然違いますよ。このうんうんっていう字もこれくっついてますよね、このと重ねて。皆さんどう思いますか、このうんっていう字が同じに見えますか。似てはいる。まあ確かにね、でこれ重なって出てたんで気がする、まあ、そういうご判断をちょっと、でたまたまこういうふうになる筆跡鑑定をねすると、多分これは全然違うと思いますよ。そうですか。でこの跳ね方も違いますし、ここのところですね、でここのこれはこうここが離れてますよね、こっちはくっついてますよ。で運だけ見ると全く違う字じゃないですか。いや、んだって似てるますよ、これ。あの離れてたって書き方自体が全然違いますよね。いやこの長さも違いますし、でこっちも かなりでもなんかこう最初からこれは違うっていう言い方されてますよね。そういうのは全然中立ですよね。ただこれを見て皆さんに判断してもらうのが立ち会いのね、あの判断の仕方、今違うね。よくこういう場合が起こった場合っていうのはどうされるんですか。あの皆さんで判断して最終的には管理者が、あのこれは違うとか、それで管理者があの OK 出せば、あのこれは違いますねっていうことで管理者をお呼びしますか。いや、これはちょっと写真撮って写真は、うん、
うん、写真は、うん、ダメです。撮っちゃダメですよ。撮っちゃ。写真はダメです。写真撮りましょうよ。写真撮らない。撮らない。警察官呼びますよ。え、警察？秩序を乱したっていうことで。いや、秩序を乱したんじゃなくて、これはおかしいって。写真を撮っちゃいけないって先ほど言いましたよね。なんで写真撮っちゃいけないんですか？秩序を乱すことになります。いや、秩序、そんな法律あるんですか？ここに。選挙において。いや、私、総務省に聞きましたよ。開票所の秩序は乱さない。あのね、私、これ応募する前に総務省にお尋ねして、写真を撮っちゃいけないっていう規則はないっていうふうに言われました。ここで管理者ここにもありますけれども、うん、決めたんですね。ここだけで決めたわけですか？もちろんそうですよ。そんなことはいいんですか？だって選挙っていうのは国民全部公平なはずじゃないですか。その前に、うん、まずこれを管理者として、うん、同じじゃないかという指摘が、ええ、似てることはこれなんでさ、写真を撮っちゃいけないんですか？ここに何ら個人情報もないですよ。いや、これは個人の秘密ですから、ね、個人情報ないじゃないですか。個人の秘密ですよ。で、これは同じ筆跡だというふうに、立ち会い人が申し立ててるわけですから、これはそうじゃなことは、そんなことはない、そんなことはないって皆さんで、そのために論政でね、立ち会いの方がそれぞれのところからこうお願いしてるわけですから、これはですから、ここまで似てるんですから、で、ここでじゃあ写真を撮って筆跡鑑定してもらいましょうよ。いや、そこまでやったって、いや、取り決めって言ったって、これ法律ではないんですから、でしょ。で、国政選挙ですよ、これは。ですから法律に基づいてきちんとやらなければいけないわけでしょ。これがなんで同一人物だって判断する。そうです。だから似てるんで、同じじゃないんじゃない、同じかどうかを、似てるなんていくらでも出てくるでしょ。同じかどうかを判断していただきたいんですよ。これはおかしいんじゃない、写真なんか撮ったら憲法の投票の秘密に反するでしょ。だって投票する時だって写真撮っちゃう。そんなことよりも不正が起こっていないように監視する方が大事じゃないですか。もちろんそうです、うん、そのために我々いるんですから。これが同一だって判断がここじゃできない。だできないので、違う、だってあれ明らかに違うんだから。明らかに違うかどうか、私はそっくりに見えるんですよ。あんなが見えるだけ。だから私はそう判断してるんで、みんなで抗議で、だからこれで、これをね、わざわざここ、だってここで話さなくてもきちっと照合して、これは絶対に不正ではないっていうことを証明すればいいじゃないですか。ここでわざわざそれはないないって言って、そこ先にガーッと進めないで、こうせっかくそのために立ち会い人として時間を割いて来てるわけですから、ですからこれをきちっとね、これはおかしいことではないっていうふうに後々時間をかけて、だからみんなここで協議するだけではなくて、きちっとね、国政選挙なんですから、ただ先ほど証明しましょうよ。開票管理者が最終的な責任を負うんですよ。でも開票管理者っていうのは、私も総務省に聞きましたけども、もしこちらでね申し立てをして、でそれを押し潰すようなことがあれば、それが法律に違反するっていう、逆に言われましたよ、総務省の方に。明らかにそういうなんかね、うん、不正があるとかそういうことであれば、ですからこれ保留にしとけばいいじゃないですか。それはできないんですか、今決める、うん、保留にして後々このきちっと調べて、選挙結果が出ないじゃないですか。そんなことよりもこれが正しいってことをきちっと言うことが違うっていう、代表立ち会い皆さんの合議で、だこれは合議制で押し潰したってしょうがないでしょ、うん、明らかに違 う, 違う字じゃないですか、うん、でなんで皆さんそれ違うって、みんななんかお知り合いですか。いや違いますよ、意の跳ね方といい、この意のこっち側の伸ばし方といい、うんといい、だからこれはきちっと証明してから前に進むべきなんですよ。全部同じ筆跡、国政選挙なんですから。もし本当にね、同じ筆跡があるんだしたら大問題ですよ、これは。もし同じ筆跡があるとしたらですよ、物理的にできないが、物理的にできるできないの問題じゃないでしょ。きち
ちっと公正にやることが最終目的なんだから、それ多少時間かかったってしょうがないじゃないですか。それは投票する段階でこういう同じ人が2回も3回も書いてできるのかってこと。だからこれはおかしいでしょ。なんでよ。もし同じだったら、もし同じだったらおかしい。おかしいから言ってるんですよ。もし同じだったらおかしいから。同じだったら大問題だけど、違うじゃん。同じだったら大問題だから言ってるんですよ。それが違うでしょって。こんなにねそっくりなのに似てはいるけど、ね、同じではない。同じじゃないってあなたはおっしゃいますけども、どう見たって違うじゃん。どう見たって違わないです。ちょっと見てもらえませんか。いや見ましたけど違いますよ。そちらの方も、そんなことないですよ。みんな国民なんですから。いやきちっとやりましょうよ。この人がね同一人物だってなぜ分かるんですか。すごく似てるじゃないですか。いやその似てるっていうのはね、それはでしかも2枚重なってきたら普通あのチェックする人間として、あ言うでしょう、これどうですかって。やっぱりもうあの書いてありますようにね、こういう形で協力をしてください。いや、福生の場合じゃなくて、国政選挙なんですから、そんないい加減なことで前に進んじゃダメなんじゃないですか。いいよ。だから法律に基づいてちゃんとやらなくちゃダメでしょ。一人一人がね、そういうような考えをお持ちだったら、これは前進まないんですよ。で前に進む進まないが問題なんじゃなくて、似てるけど、ちょっとなんであなたはそうやって、いや僕は違うと思います。あなただけじゃないんです。この意といい、うんといい、やっぱり違う。僕は判断します。私もそうです。明らかに運が違います。僕も運が違うと思う。運が違う、5人がやっぱ違う。でもさ、これ多数決の問題じゃないでしょ。いやでも似てるっていう話じゃないですか。で最終的には、あの管理者が判断して、これはこうですって決めるっていう、先ほどご説明いたしましたよね。ですから管理者の方が決めるんですけども、あの開票立ち会い人が異議を申し立てて、それに取り合わない場合はあの法律に違反しますよってこと。皆さんで協議してますよ。おかしいでしょ、こんなに似てるんだから。だからこれ写真をちょっと撮らせてください。写真は撮らないでください。でそれで後できちっと証明しましょうよ。それなら納得できますよ。今はあのこのままねずっと話しててもしょうがないんで、この表を写真なりなんなりこのまま保管するなりして、で後にきちっとあの証明しましょうっていうことであれば納得できますよ。いやそれはやっぱりね、あの人お一人だけの、ね、考えであって、皆さんが、ね、これは違うよという判断であれば、それに対して協力をしてもらわないと先に進まないから。だってこれは多数決で、ね、一つ一つが、ね、そういうことを全部やられたらね、どこの投票所とか開票所でも進まないですよ。それはおかしいですよ、進む進まないの問題ではなくて。いや処理はできない。公正にやることが、で筆跡っていうのはね、申し出てる人が同一じゃんの、はっきり言ったら同じことじゃないですか。こっちは違いますよって言ってる男はじゃあ一緒で、じゃあ何が裏付けでそうなってるんですかっていうこと。じゃあそれはもう見て言うしかないじゃないですか。開票立ち会い人としては見てチェックをしておかしいなと思ったから言ってるわけで、他の人たちも見てそういうこれはあの異質なもんだとか違うもんだっていう判断してるんですか。だから多数決でおかしいおかしくないっていうことを決めるんではなくて、まあ選挙っていうのはね多数決じゃないですから、うん、そうですよ ね、でもね多数決じゃないですよね。だからこう疑問点が出た場合の処理の仕方のことを言ってるんですよ、うん、ですから、うん、これは何かこのまま保管するなり写真を撮るなりして、後であの他もできません、後でやってくださいと、そういうふうに申し上げてるんです。別にそのこれをねここでストップして作業しないということを言ってるわけじゃないんです。だからこれだけはおかしいので、あの叱るべき処置を後でもいいですよ、そりゃしなければおかしいって言ってるんですよ私は。そこを申し上げてるんです。別にこれをこの問題をあので後の処理を全部ストップさせるとかそんなことじゃないですよ。協力してやりたいんですけれども、おかしい点は後でもいいからしっかりと正しいと証明しましょうっていうふうに申し上げてるだけなんで。後聞くともうこれはね、もうあの期日が決まって今日は投開票ですから、開票の方もはっきり今日は出さなきゃダメなんですよ。
ですからその他のね、そこで票はいいですよ。乗っていくとか、これだけでも違うとやっぱり報告できない。でも1票でも違ったら大問題じゃないですか。維新の方の票だということは間違いないですよ、うん、そうだと思います、うん、あそうですよ、ええ、だから二方だと思う、うん、そういう判断にしてもらえる。ただそういう判断なんですよ、ええ、でこれの実績がどこっていう判断は、ええ、本当に難しい判断、うん、全部難しいと思いますよ。それ実績はない、ね、難しいと思いますけども、ええ、ただ同じ1人は1票っていう風になってるのに、なんで同じ字が出てきたのかって素朴に疑問を持ったわけ。感覚的に似たっていう風に思って先に言ってました、うんうん、方と他の方はそうじゃないっていう風に言います、うん、そうかな。撮影は一切禁止、撮影は禁止という法律はあるんですか。選挙戦の法律で政治保身のためというふうに言われました。言われましたじゃなくて、そういうあるなら法律で、あの選挙法何々とかってあるわけでしょ。すぐに出ればそれで問題ないですけども、そのまあ、私が撮影したいから言ってるわけじゃないんですよ。ただこれはただ問題なのはですね、うん、まずこれが維新の票であるということを私たちはここに入れたわけですね。だから維新の票であることは分かります。お客様の言ってるのは筆跡が一緒じゃないかって言ってる、ね、そういうことです。で今私たちが決めるのは、筆跡はまずお客様が言ってる一緒かどうか、これは立ち会人さんがこれだけいる、その人たちだって立ち会い人だって、それは筆跡のプロじゃないですよ、言ってしまえば。お客さんも、じゃあそれ自分もそういうことですよね。だからそうした私たちが皆さんの合議で決めるのが、合議じゃなくて多数決じゃないですか。まあ言ってしまえばで多数決で決める問題ではないですよ。皆さんが意見を出したってことですよ。多数決で決める問題じゃないじゃないですか、選挙っていうのは。最終的には1点でもおかしい点があったらおかしいんですよ、それは。この党のものじゃないっていうね判断であれば、これはもういいですよ、議論してもね。これはもうこの形の誰が見ても維新の方のね解読できるわけです。ただこれは維新の票であるかもしれないけども、この票の2つ自体がおかしいって言ってるわけです。この筆跡についてはなぜ同じ筆跡のものがあるのかって、それだからそれを後であの決めつけてるんじゃなくて、それを後であの証明してくださいって言ってる。それやったらね、小沢さんね、うん、僕だってみんなこう ですから、これだけの、うん、だからそれは時間がかかるとか労力かかるというのは分かりますけども、だからといってこれを認めないであの進めるというのは理論的におかしくないですか。ただ後で疑問票なんか来るわけですよね、うんうん、それをどうするかというのはここで決めるわけですよ、うん、ここで、うん、そういったやつもだから一人が違うって言ったって、うん、このみんながこれはこうですねってなれば、そういった表になっていくわけですよね。だってこれはの場合は、ね、そういう問題じゃなくて、ね、この処理の仕方を言ってるわけなんですよ。立ち会いでだからお願いしてるわけなんですよ。わかるんですけど、それを一つ一つね、取り上げてしまうと、どこの会長だって全部やだから、それを今ね、今やってくれって言ってるわけじゃないんですよ。いやいや、だからこれを今すぐ処理もらいたいっていうのはないんですよ。今判断してもらいたいそのための立ち会い人さんなんで、これは、あの今は保留でもいいですから、こういう疑問が出たんで、それをきちっとあの処理しましょうっていうことなんですよ。他の票が云々ではなくて、きちっと処理するっていうのはここで皆さんにどうですかって聞いて、皆さんが判断をして、それで開票あの管理者が最終判断するってことなんです。だって ここでですよ、ここでそうしなかったらじゃあいつまでも、あこれは自分はあの一緒だなんだかんだっ て、 どんどんいやだからいつまでもそんなことしませんよ。しかるべき、まあ、鑑定をしていただいて大丈夫ですよってことであれば、それは当然ね、私も納得しますよ。皆さんがプロじゃないのに鑑定したってしょうがないじゃないですか。だってこの人書いた人っていうのは、もう誠心誠意書いてるんですよ。いや誠心誠意とかそういう問題じゃないですよ。それをあのね、同じ筆跡じゃないかっていう、そういう判断で精神論で言ってるわけじゃないですよ、私は。ただ単純に疑問に思ったので、
これを調べてくださいって申し上げてるわけで、それをなぜ取り上げていただけないのかっていうのが、調べ方っていうのは皆さんにどうですかって聞くのがこの調べ方なんです。皆さんでどうですかだけじゃあのおかしいじゃないですか。立ち会い人の皆さんそうです。立ち会い人立ち会い人立ち会いの手引きを読みましたよね。読んできたんですよね。読みました。最終的には管あの管理者がここの、あの判断をする、最終的にもし両あの例えば 2対2みたいになった時に、ですから そのために私は総務省にお伺いして、こういうふうにもしね疑問があってあの場合はあの申し上げて、でそれが取り上げられなくてそのまま取り上げたんだ、取り上げて抗議してるじゃない、言った場合はどうするんですかって聞いたんですよ。それはあの不正の疑わしさがあるので、うん、その場でストップするか、まあ、その方はね担当の方はあの不正をあの追及するために警察に連絡すればいいですよまで言われたんですよ、まあ、そんなことはしませんけども、うんはい、ちゃんと取り上げていただければ、はい、あのいいわけで、私は別にここで、はい、こういうことがあの現実に、ね、考えられるんじゃないかという、うんね、今後 その課題として、いや今後じゃないですよ、今だっておかしいって言ってるわけです。皆さんが今後の問題を論じてるんじゃなくて、うん、今これはちょっと気になるんで、みんなあの調べてくださいと、うん、明らかにも同じだっていうのは分かるけど、そこはもう全然違うじゃないですか。あの立ち会いの人が判断をして、うんうん、これは異質なもんだと違うね、人が筆跡なんていうのはね多数決で決める問題じゃないじゃないですか。白と同じものだって言うと、そう、白とかね、指摘を判定できますか？できないから、だからじゃあ専門機関なりなんなりにお願いします。判断してもらう。だからここで決めちゃって、間違えたら間違ったまんまいっちゃうじゃないですか。一生懸命、いやだから先ほど精神論を言ってるわけじゃない。一生懸命やってることは皆さん同じですから、それは別問題ですよ。ね。だからおかしい点があったのでどうか調べてくださいってお願いしてるわけで、うん、でここで論議することと調べることは違いますよね、うん、でも、この場を処理するにはね、あの皆さんでちょっと協議、この場の処理になってないじゃないですか。ここで協議してこれでいいよってことで進めちゃったら、なんかうやむやのまま進んじゃうことになるんで、だから ここでね、うん、決めてくれって言ってるわけじゃないですよ。だからこういうことがあったんで、じゃあ筆跡っていうのはプロじゃなきゃ分かんないから、じゃあ後で調べてきちっと結果を出しましょうってことでしたらいいですよ、うんでもあのね、書いてあるように、これに対してちょっと協力をしてください。だから協力することとうやむやみにしちゃうことは違いますんで、いやだからこの場でね判断してくれって言ってるわけじゃないんです。お話の途中は本で申し訳ございません、はい、以上の通り抗議した立ち会い人は何度も不正が疑われる同一筆跡の投票用紙を証拠として写真撮影させるよう懇願しているにもかかわらず、選挙管理者及び他の立ち会い人は凝ってそれを阻止しようとする様子がうかがい知れる。ここで管理者らが写真撮影を拒否する理由として同一筆跡か否かはその責任の所在から開票管理者が最終判断する、開票場の秩序維持、管理者及び他の立ち会い人が合議した結果、当該投票用紙は同一でないと判断されること。上記疑惑事案の判断を合議に委ねることは、当該開票場の独自ルールとして決定されたもの。投票用紙は憲法に規定する秘密投票の観点から、個人情報または秘密に該当する。挙げているが、これは全くのデタラメで、役人特有のキーで子供じみた言い逃れに過ぎない。では口論の経緯をまとめてみると、矢印は私権、疑わしい投票用紙の撮影許可を管理者に求める、開票場の秩序維持のため許可できない、論理破綻、撮影秩序混乱、いかに維持が阻害されるのか全く理由説明ができていない、事前に総務省から撮影不可を規定する根拠法令がないことを伝える、当該投票場の独自決定により疑惑の有無は立ち会い人との合議制と論点のすり替え、合議制の正当性を主張するが公選法上
立ち会い人個々に不正チェックの権限が付与されており、こうした不穏当な多数決の原理引用は法に違反するのみならず、法の趣旨への冒涜。投票は個人の秘密なので撮影不可。投票で個人が特定されない。撮影で投票した個人が特定できない以上、抗議者の主張通り的外れな言い訳である。再度、合議制ルールを持ち出し、抗議者の疑惑判定自体の揉み消しを図る。総務省への事前問い合わせで、多数による強引な隠蔽には警察を呼び対抗可能と確認。矛盾を突かれ、苦し紛れに元の合議制を蒸し返すが、抗議者に完全に論破される。そもそも、開票の手引きなるものが法令に抵触する場合は当然に無効である。このように馬鹿げた役人とその仲間たちの滑稽な言い逃れは通用しない。抗議者が主張するように、権限を有する者が不正にかかる疑念を抱けば、当該事案について事後詳細に調査及び審議し、その内容を開示するのが正規の手続きである。本来ならば、当事者が行政訴訟や不服申し立てするまでもなく、自主的に行政による調査開示そして議会での追及が望まれるところではあるが、自公維新ましてや共産党の立ち会い人までが上がって不正疑惑を隠蔽するありさまでは、とても期待できそうもない。つまり今回の不正選挙には自公、その別動隊である維新みんなの党に加えて、共産党までも不正選挙の恩恵を被るといった、極めて信じがたい悪辣かつ国民を愚弄した不正が大々的に不正抑散会の下で実施されたのだと考えざるを得ない。